ューサーの柿内彩子です。よろしくお願いいたします。本日はですね、下まつげにマスカラをきれいに塗る方法をお伝えしたいと思います。皆さん普段、特に今マスクをすることが多いので、目元メイクって注目されていて、普段上しか塗らなかった人も下まつげまで塗ってしっかり目元の印象を付けられる方が多いんですけども、そこで多いのが下まつげのマスカラの塗り方がうまくいかなくて失敗してしまって下の皮膚についてしまったり、どういう風にすればうまくいくんですかっていうことを質問たくさんいただきましたので、今日はそれを解説させていただきたいと思います。私は最大のポイントとしているのがマスカラの選び方です。まずもうブラシが小回り利く小さいブラシのタイプのものを選んでいただくとすごくいいです。これはマンハッタンドリームマスカラ、私が開発したものなんですけども、もう下まつげにも塗れるように開発しています。ブラシが小さいタイプって今たくさん出てるんですよ。フローフシーから出ているモテマスカラ、本当にブラシが小さいタイプ、こういったものを選んでいただいた方がブラシが大きいとうまく塗れません。小回りが利くような小さなタイプを選んでいただく方がいいです。あと液だれしないこと、もう液がドボドボついてしまうものっていうのはやっぱりつきにくいので、もしそういったものはティッシュオフしていただくとか、あとダマダマにならないものですね。繊維がこうついてるものだとダマになりやすいので、繊維がないフィルムタイプのものとか選んでいただくといいと思います。っていうのをマスカラを選ぶときに注意して選んでいただきたいと思います。実際にどういう塗ればいいかっていうのをご説明させていただけたらなと思います。まず液がたくさんついているときはティッシュオフをしていただきます。こういう風にギュッと絞ってもいいですし、ちょっと結構取っていただいた方がいいと思います。で、皮膚をちょっと引っ張っていただく、で肉厚な人は特にこう引っ張っていただく、グッと引っ張るんではなくって、少し薄皮の表面の皮膚だけを軽く引っ張るのがポイントです。グーってやりすぎるとうまくいかなかったりするので、薄皮だけをピョッとやっていただくと、ひょっこりまつげが顔を出し塗りやすくなります。ブラシをですね、横にするときはこうジグザグに細かく塗っていただくことが大事。こういう感じにしていただくといいです。毛が短くて使いづらいとかっていうのは縦にちょんちょんと、でこの時に点付けをするといいです。もう無理やりジグザグにしてとか、やらないとスライドさせてとかいう風に思わなくても、ちょんちょんちょんと短い方はするだけでもつきますので、ちょん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 点付けです。下まつげは繊細なところなので、繊細な動きが求められます。本当に短い人とかなくて塗りにくいんですけどっていう時は点付けでお願いします。はい、ということで下まつげにマスカラをきれいに塗る方法をさせていただきました。マスカラ選びっていうのがまず大前提にあって、塗り方をマスターしていただければ完璧です。ぜひ参考にしていただければと思います。普段ね、私はまつげエクステサロンでお客さんに対応させていただいたりしている中で、こういったただ単にこう皮膚を引っ張るのではなくて、薄皮だけを引っ張るって、このちょっとの違いなんですけども、プロとしてお客さんにさせていただいている中で得た技術を皆さんが伝えやすいように伝授していきたいと思うので、どんな質問でもいいのでいただければなと思います。それでは今日もありがとうございました。